まあ X の大会だけどね、自腹切り配信の延長線上として自腹切り配信っぽくやっていきましょうかね。もっとまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。残念でした。松尾さんではございません。私ソイヤです。ソイヤです。はい。てなわけで、ただいまより X 大会の受付、エントリー受付を開始いたします。参加ご希望の方は、まずお話聞いてね。まずお話聞いてね。参加ご希望の方は、こちらに来て、エントリーネーム、そしてキャラクターと参加費200円をよろしくお願いいたします。あ、いられるか。じゃあ、名前と参加費だけお願いします。では X 大会、さよならスーパーソス X 大会受付を行っております。参加ご希望の方はこちらまで来て、お名前、参加費200円をお願いいたします。はい、エントリー受付、参加費200円持ってお名前かけに来てください。
さよならスーパーソス X 大会受付を行ってます。こちらに来てお名前と参加費200円お願いいたします。さよならスーパーソス X 大会、ただいま22名のエントリー受け付けてます。参加ご希望の方はね、お早めにこちらへ来てお名前書いてください。まだしなさそうな、ね、人いたら早くエントリーしてこいと周りの方がね伝えちゃってください。大会のね、運営スムーズな上にご協力ください。
あはい、こんばんは、マットマウスです。え、入れてない？おい、あ、もうこんなに見てんの？すごいね。はい、奥。はい、今画面に映ってるのが、ワンピガーがですね、マットマウスのアイドル、マットマウスの妖精、カメラ屋。妖精？マットマウス、マットマウスのマスコットキャラみたいなもんだ。マスコット。カメラ屋。マットマウス、あ、衝撃の視界で打ちましたね。感謝1個減りました。そう、シューティングのボーマーみたいなもんだから。あ、2回打ってる。あ、しかも、もうあれね、今、ニヤつきましたね。今、多分こっちで喋ってるのが分かったのが、相当あれ、いい気になってますよ。ジョジョの第4部のあの、アンジェロみたいなのが、いい気になってるってやつだよね。完全に、殺傷が出なく、さあ、すがに、あ、ガード、必死のガード。必死のガードから、投げて、必死。超必死、もう今この試合勝てればいい的な感じの必死な地獄のが決まりましたね。さあ、ということでマトマスのサヨナラですよ、グッバイ。僕ね、あの海外とか行った時とか、グッバイって言わないんですよ。シーユー、またねと、うん、必ずそう、グッバイ、サヨナラは言わないようにしてるんですよ。けどこれはグッバイです。完全にグッバイなんで。まあ一応ね、来週の木曜日はまだありますし、でマトマス自体はあと1週間、7月27日、はい、失礼、7月22日、来週の日曜日までは営業してますので、今日来れなかったという方とかもお店雰囲気的な感じでね、あ、こういうとこあったんだみたいな感じので一度見に来てもいいんじゃないかなと思います。いいことあるかもしれない、あるといいな、あるかもしれないね。さあ、ということで今日、今現状ね、シングル戦エントリー人数は28人も来てます。これのうち一次予選じゃんけん、じゃんけんじゃんけんで、負けたらもうそこで終わりです。じゃんけんで、あいつ、とりあえず8人まで減らしましょうか。21人も落ちる。怒られる。鹿島の精霊、そんないいもんじゃないですよ。妖精ですね、妖精。精霊さん、精霊したらじゃないか、ドラクエとか、その精霊ノビスとかさ、いいキャラじゃない、そんなんいいもんじゃない。あ、勝ってますね。カメラ、おかしい。昨日いっぱいね、だからねと、今日は動きが違うよと、すごい満面の意味ですね。あれ、多分の、ノジエール、多分あれ、力尽きて、大会、1回戦で死ぬやつですよ。うん、あっさり死ぬやつですね。鹿島の市民も俺、それは間違ってないです。ほら、今もう昇竜拳で暴れたのに垂直小パンチ。あの垂直小パンチ絶対昇竜拳だから。そう、昇竜拳のレバー入れて、なんで上に飛んじゃうかな。あれは多分動いてますよ。さあ、対する 2P 側のガイルは、これはですね、ハイスコアガール、でも多分真空投げ、ガイルですね。春尾の中のガイルの中の人、的な感じで TLW さんですね。うん、多分、実際僕、アニメ見てないので、あれですけど、多分、TLW さんがガイルの中の人をやったんじゃないかなと思います。3段食らって、ピヨンない、今俺三段飛ぶ、ガイル飛ぶ前から言っちゃったね。絶対これ三段飛ぶくらいなの、うん、
なんかそれガエルが飛びたい雰囲気全開だったので、それ以上に剣が波動拳打つのが見え見えだった。さあ妖精マトマスの妖精カムカメラや散る。さあエントリーはあれかな、一応ねなんだ、あの6時スタートで大会自体は7時ぐらいから始めようみたいな感じだったんで、まあのんべんだらりとやってるので、エントリー受付はこっちじゃなくてあれかな、奥の方で受付で回すっていうね、うん、やった方がいいな。さあ今日のルールを改めて説明します。今日は200円握りしめて大会出たいですっていうふうに言ったら大会になります。で、何？違う、まずで、その後に、組み合わせ、まあ、トーナメント表ですね、まあ、あの簡単なくじ引きをした後で、まあ、1回戦、2回戦の、まあ、0回戦もあるのかな、やっていくんですけども、試合の前、それぞれの試合の前に必ずじゃんけんで 1P、2P 決めます。 1P、2P 勝った方が好きな宝石割れます。の後に着席後、着席する前でいいや、決まった後、そのじゃんけんで 1P、2P 宣告し終わった後に、その試合で使うキャラクターを一斉ので発表です。 KKY さんが相手です。じゃあバルロード使うかなとみたいな感じで、それどうせバルロード来るんだろうみたいな感じで、 KKY さんがまさかのバイソンとかが来るんだろう読みで、ザンギーとか、お、なんでこれです、なんでこれザンギー来てんだよみたいな、普通にダルシム来てるみたいないうような感じの、あのね、そう、試合前から試合始まってると。で、ダブルイルミネーションです。まあ、先に1回勝った方が勝ちです。で、ダブルイルミネーションですので、負けたら負けのトーナメントの方に移動してきます。勝ったら勝ちのトーナメントで、当然勝ったまま、決勝まで進んだプレイヤーは決勝戦2回負けれます。1回負けても仕切り直し、リセットですね。なのでうまいことキャラを読んで頑張ってください。さあ今ワンピー側はタイラですね。タイラベガすげえな。タイラベガ対、お、マジで、タイラ対オオハルオ、ハルオの中の人。さあちょっと、あ、なんか優しいですね、小判から多分ダブルサマーかなんかだったのかな、連携でバックジャンプしちゃいましたね。あー今のはしゃあねえな、見ちゃうよな。あのね、目の前でさ、中足みたいなのでブンブン空振ったけど、ガイドが中足払いを振ると、まあ、負けちゃうんですよね。ということでソニック打つしかないんですけども、平の反応速度の場合、あそこでソニックで打った瞬間になんかナイトメアで光ってるとか全然あるので、なので今固まっちゃいましたね。お、MB さんの奥さん、かなりイメチェンしたね。30人突破、
じゃんけんだな、これは確実な。じゃんけん。え ?4 人。そう、じゃんけん、一つ大会でと思ってきたのに、じゃんけん大会だったみたいな。だってね、これ、すごいね。あれ、今日ってあれだっけ、あの、やすやす何時から予約してんの ?10 時。ああ。あ、2時間じゃないね。1時間半なんだ。あ、そう。まあ、とりあえず。参加。どうしようかな。トーナメント表的な感じの、あ、大きい紙ってあんのかな。やめたほうがいい。関わんないほうがいい。気持ち悪いから。病気がうつる。いいですね。いい感じに KKY さんが荒れてますね。お、KKY が温厚なわけないだろ。KKY ほど温厚という言葉から離れた男はいないですよ。さあ今は平に対し、あれですね、あの津田沼、松戸の方面、まさに千葉県の方面で頑張ってる、あの文鎮君という若者ですね。さあ、文鎮君はね、自分のペースで伸び伸びやってるときはね、いい感じなんだよね。なんだけどね、あの、いざ体力リードされたときに、体力奪う集団が、ちょっと乏しい。なんだろうな、あの、フェイロンのくせにね、ずうずうしくないっていうか、丁寧にやろうとするんだ。もう、キャラ間違ってんだよね。うん。そもそも。なんでお前フェイロン使ってんのみたいな。そう。いや、キャラ選択間違ってないみたいな。そうそうそう、なんかね、すごい丁寧に、なんか冷静に冷静に、あんま無理しないフェイロンみたいな感じで、それは勝てないよね、みたいな。な?さあ、ということで、この、所狭しと、マットマスに、スーパーソース X、J、集まってますね。これ、KKY さんが何で叫んでるのか見てみましょうかね。A さん、ダルシムじゃないですか。さあ、KKY ダルシムと、あの、あ、なんか、ちょっとプレイヤーが古いせいか、ちょっと、あれですよ、昭和の想像になっちゃいますね。なんかこれ赤が強くない?なんかすげえ、なんかダルシムこれ怒りゲージ溜まってんだけど、そんなに。なんかおかしくねえ、これ。接触が悪いのかな?さっき普通じゃなかった?なんでこんな色になってるの?何これ?なんでこうなってんの?なんか怒ってない?この話の。どうだろう?あれ、ピョン吉来てる。エントリーあおって、エントリー、あちらにあっからって。ピョン吉とね、ミヤ君がいるな。だからエントリー。あ、ピョン吉行っちゃダメなのか。武蔵小杉残儀。あ、元に戻った。怒り冷めましたね。さっきのルシムは明らかになんか怒った色してたよね。頭きたぜ、なんで覇王丸なんだ。さあ、必死のインフェルノ入力も出ず。インフェルノ入力してるのか、テレポ入力してるのか、あ、違うよ、テレポはでもねえから、多分インフェルノなんだよ。不発出たが不発
さあ残り5、4、あっフックだよ、ヨガフック使いなかった。さあ KKY が、お KKY がちょピョンピョン吉が KKY を降りに行きました。なんでいいんだよな。今ここね、今俺の席から見える面々だけ見るとね、あのメンツがね15年近く変わってないんだよね。今見えるのは平がいて KKY がいて亀梨さんがいてピョン吉がいて、なんこれ何年前のゲーセンだ、渋缶みたいになってるけど大丈夫、平さあゴチゴチと、死んだか。さあそりゃそうだ、ゴチッと、まあインフェルノの戻りにしっかりねクレイジー刺されて、あ妖精さんマットマウスの妖精さん、あもう配信してますよ、言いたい放題言ってましたけど、ちょこっから見えるさメンツがさ変わらなすぎてさ、ちょ何年前のゲーセンだこれ、こっち側でもねコテ君でブンチン君で MB 君で、あの TAW さん以外はね新しいメンツなの、こっちはねもう化石なんだろう、シーラカンスほら、カメラさん、さっき真ん中の席だった場合は一応遠慮したけど、今端っこの席がちょっと広くなったから体動くようになったよ。多分そろそろ多分飛び上がるよ。なんだすかわいい。かわいい感じだった今。かわいい感じだった。さすが妖精。アイドルだよ。カメラさんアイドルだよ。台足を押しただけ、台足で飛び降る、出そうとしたってないのやばくねえ、でもあるあるっちゃあるじゃん、やべ死んじゃう死んじゃう、いやー見てから今でもいい反応だったな、ダメでしょ今完全に見てから間に合う、まあね、あにしてもあの今よく逃さずちゃんとやったと思いますよ、そういう経験はないですよ、あの今回夏のあの S とジャイアンさんが友達募集してますよ、あ、そう、あ、そうか、実況の関係であれが一緒になっちゃった、あ、そうなんですね、で、経験はチームいないんですか、なんで友達いないの、ダルシム2人が機械とかでいいじゃん、わかんない、あいつも友達いなそうだからまあ確かにそう言われればある気がする、確かにちょっとモザイクかけなきゃいけない感じだけど大丈夫かな、お打たした、いや、そうね、これね、今ワンピー側だからね、まずそもそも伸び伸びできてないの、今のうめえな、あ回ってくれたのに、グッバイ先が見えた今完全に先が見えたよねグッバイって言った後にオワーでザクッとザクッ、いやさっきねカメラさんがね TAW さんのガイドに飛ばれて3段食らう時にも、あ3段言ってからちょうど本当に波動拳打ってるところに中キック中盤サマー食らって
もう飛ぶ前から飛ぶ絵が見えたみたいな。あ、ありがとうございます。宣伝ありがとうございます。え、なんで？そうなの？そうなんだ。バットマウスのあれなんだけど、配信まあ毎週も来ればいい。なんだかんだで、100届くか届かないかぐらいから、毎回見てくれてるよ。スト2の時間間に変えても、カメラのスーパースト2っていう名前、カメラさんの名前のネームバリューがあるのかないのか、なんか、はい、見てくれましたよ。あれ、え、そう、いない時でもカメラスーパースト2、そう、名義貸しみたいな。これも2回何これ広告入れてくれるってこと ?1000 ポイント、200ポイントって。すごいな。なんだろう、なんかこれ、え、ちょ、ああ、ちょっと、なんか、お礼的なのしないと。とりあえず、エントリーは、どんくらいまでやろうかな。あ、ちょ、でかい紙は？あ、いいじゃん。ちっちゃいな。まあいいや。30人です。さ、今32ぐらいになったんじゃない？多分さっきからちょっと増えてるっぽいから。32だったらまあ32人トーナメント、まあ手っ取り早くね、サクサク。あ、そう、今回のトーナメント表はもうくじ引きとかめんどくさいのでね、やはりトーナメントくじ引きといえば機械さんの作ったランダムアプリ、あれね、前回ね、なんかエクサーかなんかで使うときにね、結構ひどい組み合わせのときにね、機械本人が俺のせいみたいに言うのやめてよ、あれとか。いや、君の作ったらってアプリでしょつって。いや、でも、いや、確かにアプリ作ったのは俺だけど、俺悪くなくねみたいな感じで、機械が本当に嫌そうな感じでこっちに文句言ってきたから。なので、あ、でも今日セロテープ確かいいんだよな。セロ様。にくじ引きさせるか、さっきセロ来てたよ。セロと2回転が多分下でサードやってるっぽいから、エントリーさせた方がいいな。あ、なんか思ったより増えるな。どうしようかな。なんか下もあるんだから俺に挨拶すっごいですよ。最終的にあれだね、あれさ、メストのさ、ダッシュとか、ストス初代のストスの時の全国大会出れる条件って知ってる？メストについてる応募ハガキ送って当たるか当たらないか。そうそう、しょっぱな運ゲーなんだよね。なので、ちょっと今日のなので、マットマウスのこの大会もしょっぱなじゃんけんとか32人に入れるかじゃんけんみたいな。いや、ウルトラクイズだってそんなもんだろ。美味しいですよ。逆に美味しいよ。大阪から来といて、ゼロ回戦負ける。それ美味しいな。まあ、とりあえず今、なんだ、何時からっていうのを、じゃ何時締め切ろうかねっていうふうに言ってるのは、今38か。じゃあ、もう10分だな。もう10分。6時50分でエントリーを、終了。6時50分でエントリーを終了で、くじ引きを即座にして大会開始ということです。テイクアウトさんですが、今日はダルシムブランカバイソン使い分ける感じですか？まあでもダルシム大体ダルシムで終わりなんじゃないかなと思うんですけど、使い分ける必要バイソンにバルーンバイソンぐらいしかないんですよ。ああ、確かに。じゃあ内回されて、お、今の前から。相手に上から来んな。がっかり。
じゃあ、ケケさん、ちょびっとだけ、なんだ、6時50分まで、あと10分。じゃあ僕、タバコ吸ってくるんで。だって、ここの回、タバコ吸えないんだもん。そうそう、バツナギ的な感じで。なんか、この、小田さんが書いた下手くそな悟空が、ちょっと顔が怖いとか。おい、やばくねえ、これ。うまい感じで煽っといてください。あ、これ結構短いんだな。こっち行かないとダメ。さて、配信は MB さんですね。まあもう MB 君も若手と言っていいのかどうか微妙な感じではあるけど、まあでもでもまあね、若い方だから頑張ってほしいです。さあ、しのさん。さあ、ヘッドで落として、裏回って、さあ、固めがすごいが、まあそこでですね、まあ基本的に本田戦は削り勝って、本田に無理攻めをさせるというのが、バイソンの基本プランでしょう。まあ一応ね、鬼無双あるとはいえね、こうなっちゃうともう無理攻めしなくていいんでね。これは右の画面が配信されてるのかな、ちょっと遅れるやつが。こっちが配信されて、じゃあ一応右に合わせて喋った方がいいということなんですかね。なんか大阪が大丈夫ですか。あー遅れた、なるほど。さあ大阪から来てなんか偉そうに喋ってますが、単なる外野です。私はさあいい感じに流れのままに出したスパコンが当たりましたね。やはりリスクを恐れず打てるスパコンはかなり強いですね。まああるにはあるんですが、さあ30名を超える参加者ということだそうですが、36、すでに32を超えました。いやーこの狭い店内に、40名弱の方々が来ておられるということでありがたいことでございます。私も今日初めて来たんですけどね、こんなところにゲーセンがあるのかなみたいなところにポツンとあったんで。さあスパコン入って、さあが配信がちょっと遅れてるんでね、実は未来が分かりながら解説ができるという万能の神みたいなことが頑張ればできるんですね、これ。さあ中大、おっとヘッドで読み勝って垂直から掴む。さあしゃがみ攻め、しゃがみ攻め、ピヨリそうだがここは素直に大ヘッド掴んで、さあしゃがみ中、さあ入って、しかし画面端なのでこれはヘッドが当たる。さあ刻みクレイジーは、おお、なんだ今の、削ったのかな、狙ったんでしょうか、あの振り返りダッシュストレートは。なわけないよね、普通に詰めなさいなら負けるもんね、あれ。さあ、あと5分ぐらいですかね、エントリーは。あ、セロテープだ。そう、なんかいかにも運営っぽいけど、そんなわけねえだろって。やったのは偉いな。
さあぷよぷよの方もかなり盛り上がってますね。確か今日大会だったと思いますが、あまあこの古き良きゲーセンの佇まいを色濃く残したこのマットマウス。さあおっとジャブで止めるが、今のはちょっと失敗ジャンプっぽい。さあこうなると苦しい。クレイジーも溜まった。大ヘッド、うん、しょうがないですね。さあ残りわずかとなりました。エントリー時間残りわずかとなっておりますが、さあシャガチオはテラーで返して、これはスパコン入ってこれは音、なぜかヘッドがスカって着地を投げられる。ちょっと早かったですかねヘッドが。さあこれは3段は入らないが、おっと振り返った、これはラッキー。さあヘッド掴んで、さあ裏回ってからのクレイジーは、さあ完全にスカってしまった。さあヘッドが当たる、さあヘッドが当たる、削ってない、削りきれないが大ヘッド、素直に打っていった。さあおしゃがみ中パンでしゃがみ大パンの戻りを感じましたね。さあ効果的なヘッド暴れが、さあ振り返る、だっとちょっと、さあ結構クレイジーが怖いが爪を振りかざしている。これはヘッドが当たるでしょう。おっとシャーストレート、さあここで平、セロテープさんもあっと温めとかなくていいんですか一回さあこのカードをまあ世間的にはまあバイソン有利っぽく言われてますが、この間関西で紫アラバマやったら紫が圧勝したということもあって、ベガ側の頑張り次第では全然いけるという雰囲気があります。さあ平が P 勝ちしている。さあワイソンのゲージが溜まってしまい、こうなるとなかなかベガ側も近づくのが大変。さあナイトメアこそ溜まったものの、おっと引っかかったが、さあここはなかなか仕掛けられない。おっと引っ掛け、さあ時間がない。さあ最後は大ヘッド、これはバイソンが最後までしっかり我慢した。さあ大ヘッド、これはちょっと平も面食らった感じ。さあこうなるとあとはこれはおっと反撃入らない。しかし中足ダブルに裏回って、中足から小足の上り中キックでしたよね、下段中段ですね、
中足からだと多分間合いが離れて繋がらないってやつでしょ今のは。さあそして出てくるのは白龍。この2人の対決とかも時代がどれだけ遡っているのやら。さあダブル2、さあモノミファイヤー当たって、さあこうなると出川相当大変。あーガソリだ、これはきつい。削りで使っていって、さあもう無理してくんない。なんとかこれはかなり減ったがまだ足りないが、どうだ最後は投げに行ったか。さあファイヤー当てて画面端、さあ思い切った飛ば、さあ立ち番これはいい。さあ大足絡むって真空、さあナイトメアのプレッシャーが波動拳打たせない。あれだけでも横押しされても白龍も飛び、まっとワン飛びしくった。そう逃げ蹴り、なるほど。おっと、さあめぐりが、あと気味がないのはちょっときつい。まあここは強制ガードですね。ちょっと今のはちょっと無理だな、溜まってないよね。さあまあしょうがない。え、さあ、エントリーは締め切ったんですかね。今とりあえずトーナメント表の作成っぽいものが行われております。さあ今度はとえらい減った。これはおっとスパゴン勝利っぽいものが見えていた。立ちアッパーかな、よくわかんないですけど。さあハイクロー、さあ助かっている、さあ減ってる。俺は半角ではあるが、さあ一方でいい。さあタイムスケジュールは大丈夫なんでしょうか。大会の方はなんか今やばそうな30何人負けなきゃいけなくて、マックス3試合1人負けるのに、ということは100試合ぐらいやんなきゃいけないってこと。っていうことは、まあ人の入れ替わり等々も考えると、100試合の、まあ、2分とすると200分、3時間ちょい、結構しんどいですね。7時に始まるんで終わるのは10時と、10時回るという。まあ毎回3試合になるわけではないんですが、まあその辺どうかというところ、まあ長い試合も逆にあるでしょうから。
3時間ぐらいはおよそかかるのではなかろうかと。まあ、3台進行でやれば問題はないですが、まあまあまあ言うてね、さあ神の引きを見せる男セロテープが、それ終わったら帰ってもいいから遠いな朝霞からここは遠いな湘南なんちゃらラインとか乗ってこないといけないやつでしょもう トランプとかでいいんじゃねあるのかどうか知らんけど、いやラウンド1ファイト採用してやべえ。残念ながらねジャンプとかで、ね、見開きページ数が書いてないページの方が多くてわからないんだこれがね、さあ電撃当たってめくりピオリはしないが、おっとマイステをつかみ、そうなんですね、マイステには、つかみが多分一番反応遅くても間に合いますからね、技を置くよりはいいんですけど、老人はどうしてもね技を置きたくなるんですね。さあセロテープさん、さあセロテープさんが今さあ武蔵小杉なんちゃらさんもいますねなんか武蔵小杉は今渋滞、駅朝のラッシュがやばいって聞いてますけどどうなんすか30分俺が知ってる武蔵小杉はもうないなさあ MB、 おっとさあこれが当たればだったがさあ半角脱破、あれが一番発生が早いらしいです。さあこれはクレイジーではないが、さあチャーミチュー、さあああなってしまうとかなりブランカきついですね。さあ中盤は、さあしっかり上は見ている、上は見ている、こうなるとダイソンやることがない、ダイソンに勝ったブランカやることがない、かなり厳しいです。
さあ今、トーナメント表の作成が、着々と進んでおります。まあ、19時スタートということでしたが、もうちょいお待ちください。さあヘッド当たって、ヘッド当たって、ヘッド当たって掴んで、ヘッド当たんないけど掴んで、下当たって、削って削って、おっとあれは当たらないんだ。さあそしてヘッド、さあ好き放題固めてましたが、最後のはちょっとうさんくさいですね。さあ、アイチ大足ヘッド、掴み。さあ、ゼロ踏み投げは出たもののヘッドですね。なかなかに、先にリードされると、いかにワンログといえどもしんどそうですね。さあ、シュウさんとかいたはずですけど、なんか全然いませんね。いた？あ、いるな。さあ、微妙に MB 君が放置されておりますが、おっとサガットにコンピューターサガットをアントニーさせてくれるんですね。大ヘッド投げ返し、さあ左右が入れ替わって、ヘッド、最後は立ち台系、さあちょっとトラブってるか、トラブっているようだ。マジでそっち。下のジョーの方かと思って。さあこのままでは MB 君がコンピュータ戦をクリアしてしまう。誰か入ってあげてほしい。人気ないらしい。さあよ、しかしベガステージに入ったところでクレジットが入りました。バイソンキャミーは
まあ、バイクさん有利だと思うんですが、なんかあの目の前で中足シャガシャガからのタクのかけ方が結構面倒くさそう。さっと悪くはない。アントミ早いがクレイジー打っていった。さあ飛び越したけど飛んだが、これはさすがにヘッドの間に合い。さあなんとか上からフーディガンを通したいキャミー側ですが、さあお構いなしに攻めまくっております。さあこれはめり込んだ。さあ今来た、まだ体験始まっておりません。まあね、飯を食いながら見るもよし、酒を飲みながら見るもよし、ワールドカップまでのつなぎに、ぜひご活用ください。さあ、これでお試合ですね。はい、今から、昭和の妖精ことカメラ屋さんですね。まあっていうか、まあ X でほぼほぼ昭和生まれしかいないまであるんですけど、もう平成も終わりを告げようかというのに、昭和のゲームみんな頑張っております。さあ同じことしかしないが全部当たってるぞ。こっから、しかしこっから負けれるのが危ない、このカード。さあね、お互いなんか投げしか狙ってないまである。そういうゲームなのかこれ。さあ波動拳を打つそぶりはお互い一切なし。さあそしてエブリー君もエンドなしに起き上がりアントン打ってますね。無駄さ大勝利はないと鷹をくくっております。さあはめている。勝ちでいいでしょって、あなた今やったのはめたことだけですよ。さあ見てから、さあ踏み込んだが確っていない。さあおっとカウンターで当てた、これは勝ちでもいいかもしれない。よくわかんないこと言ってますが、勝ちなわけがなかった。さあきついぞ、これは相手できない。なぜ前に入ったって今のは下がって波動拳でよかったと思うんですけどね。そしてカメラ屋さん対 M リーグでしたね今のは。立ちだけ新しいが、しかしこれといって戦況は変わらない。さあこれは危ない、クレイジーブを入りそうだった今。おっとまだ今掴もうとしましたね。これは確定かな、微妙なところ。なんか40人近くいるらしいっすよ、いっぱいいます。ただし、さあ下を開けてくれないバイソンは一気に殺せないので、ブランカー超きついです。さあちょっとこれはいい連撃が入ったぞ。さあリードした、しかしまだ50秒ある。バイソンはあっともう逆転。これは隠す、そうですね。でさあタッチパン仕込んである感じかな。
さあこれはちょっとワンチャンありそうな雰囲気は漂ってはいますが、さあ大臣小足から紙に行かない、さあ手寄らないが、おっとバエステにつかみ、さあこれ半角ない、さあ地足強すぎだろあーっとやりたい方でやった、やばいっすね今チラシリバーラン一方的に取りましたよ、あんなのなしだろうかなりブランカ側を関するとあれ萎えますねせめて相打ちになってくれと言いたい、さあそして再び登場マットマウスの妖精、さあ今かやばいですね、パワハラがありましたよ完全にMB 君分かってるなと、これは忖度を求められています、さあ大志、さあな今なら ヒット確認をしたっぽいけど全然遅いですね投げて、それだ、それ今の新やつですけど、さあ今度は投げでいいはずよ子供たく選択肢が間違ってる気がしますけど今のは投げで、あ、微妙か知らないかなあれ、さあ波動拳がない、あ、一応あるのかないので、さあもうゲージが溜まった、投げる、さあ受け身がないぞ、これは確定、さあさあ勝ったとか言ってますが何も勝ってませんよ、あーもう負けそうさあもう削りで死んじゃうよこれ、まあですよねさあ見えない大パンチ勝利を打ちましたがビビっていると見えないものが見えてしまう、このゲーム、さあ掴んでこっから殺しきれるか、壊し壊し掴んで投げて受け身は取っている、さあやりすぎた、さああっという間に取り返されたぞ、さあクレイジーはまだ溜まっていないのが救いだが無理やり溜めた、投げる、さあこれは MB 君がゲームメイクがうまかったということでいいんでしょうか、さあそしてピョン吉が行くと、さあおもむろに飛んだ残忍に何もできない、さあひどい、お互い今フラパワーが出てましたよさあひどいですねあの MD 君を倒したとは思えない動きですよこれ、さあひどいおいレベル低いぞこれさあできましたか、できたっぽい、そろそろのじ合いが終わりに近いということですねこれさあはめてフラパワーにはタッチシューパンで返す、さあピオリそうだが、さあ何にもしてない、さあピオリ賞1回、おっと次が出る、さあ出し、さあ、あー飛ばれている、これはですよね、ドーン、ご自愛終了ですか、まだやってていい、まだやってまだ大丈夫、とりあえずね、こっちマイク KKY の方がでかいな、ちょっと貸して、はい、ね、一応ね、セロテープさんの厳正なる抽選の結果トーナメント表できました、ゼロ回戦が3カ所あります、ゼロ回戦のあの大試合はぬくぬくさんとシュウさん、ぬくぬくさんとシュウさん第1試合目ですね、で第2試合わさびさんとカメラさん、これはですね、カメラさんの忖度が期待されますね、
わさびさん、MV 君の奥さん、女性プレイヤーです。今大会唯一の女性プレイヤーです。で、0回戦の3試合目は2回転さんと TW さんです。で、その間終わったからの1回戦通常ですね。A ブロック、まあ、左から行ってきますね。ミヤさんとキナコング太郎さん、ミヤさん、キナコング太郎さん、その次はブンチン君に篠丸さんで、その次がテウガさんに KKY で、レイジンさんとセロテープで、グリグラ君と MB 君で、ギル君とムナリさんで、ピョン吉とジュンペイさんで、コテ君と、まあ、ヌクヌクさんかシュウさんかどっちか勝った方で、次右側ハイジン君とギャリーさんで、川又君とソネさん、ヘビメタコさんと仮面人さんで、41さんと、まあ、カメラ屋さんかわさびさん、どっちか勝った方で、マッツンと白本田篠崎さんで、もみじやさんとペルオで、平とソイヤで、白石君、白君が2回転と TAW、どちら勝った方というのが1回戦の組み合わせになってますので、試合の順番書いてあるので、なるべくあの、のじあいと協力してくださいね。これあの、とりあえず一番最初はぬくぬくさんとしゅう君、それ終わったらわさびさんとカメラさんで、最後があの2回転さんと TAW さんですね。なので使用キャラ考えておいてくださいね。ある程度メインのキャラクターはこの人って何ですかみたいな感じの、 あの事前情報は与えられますので、よろしくお願いいたします。とりあえずあのぬくぬくさんとしゅうさんとわさびさん、カメラさんと TW さんと2回転さんか、まあ、もう準備しておいてくださいね。こんな感じで、はい、ということで、もうしばしお待ちください。ただいま準備中となっております。さあ、今の、すみません、の試合、ここで終わりということでお願いします。一大進行ですよね。しばらくリスクとは大会のクレジットは全部平野持ち、わら、大会のクレジットはよくわかりません。とりあえず、誰かの自腹ということではないそうです。基本的に大会は、一番配信台、あの配信に近い兄弟で行いまして、一台進行で行います。残りの2台は、の試合やっていてもらって全く構いません。ただし大会台に影響の出るような行為、要は真ん中の台ですね、まあ、普通にやってるのは問題ないと思いますので、そこだけちょっとお気をつけください。まあ、普通にしてもらってるのは問題ないと思います。まだ始まっておりません。これから始まります。ちょっとね、参加者多かったもので、35人、酸欠がないので34試合やるということですかね。ぬくぬくさんとしゅうさん、じゃんけんをして、1P、2P とスピードだったっけ、よくその辺は覚えてません。 1P、2P だけ。早速固定、早速固定。自称プロがいない、いやいやいや、別に俺は構わないんだけど、関西変えたがる人多いからさ。クラピオンは多分いません。仕事、セロちゃん、よかったらお茶をか、これを捨ててお茶を買ってきてくれると超嬉しい。マイクシノホンさんか。マイクッキーさん。
さあ、マイク一応今のところ経験はやってますが、なんかなし崩し的にやってるだけなんで、変われと言われればいくらでも変わります。まあ手が空けばね、松もやってくれると思いますので、まあ、正直もう関東のプレイヤー半分ぐらい、私も半分、下手した半分以上ですね、わからないので、まあフル株の人は逆に言うと、いじられることは覚悟してほしいという、そういうところです。大丈夫ですよ、大丈夫です。さあ、それではお互いの先方キャラをじゃあ、2P 側はセロ様に、1P 側は、誰か聞いてもらえ、あ、じゃあお願いします。さあ、スピードは3速固定です。キャラも決まりました。はい、始めれますが、では、さよならマットマウス、スーパーストリートファイター2大会始めていきたいと思います。さあ、ぬっくぬっくさんはブランカ、シュンさんは現メインキャラ同士の対決。さあ、開幕波動拳、さあやる気の見えるシュンさん、一文字、これはガード確定。さあ、装備は出ないが、勝利は出ないが、今のところ剣ペースかな。お、大足打っていく。今のはローリングは食らっちゃう。さあ、うまく透かして、一文字、さあ小足をうまくフェイントに使って、さあローリング、ゴッド、今のは一文字入れたかったが、さあしかしまだ全然わからない。さあローリング打っていく。1ラウンド目は抜き倒したを取っていく。大足、さあ大足も一文字、そしてスカシローリングもケアしている。さあ取り囲っ、さあ波動拳を意識させての吸い込みが鋭い。さあ地味に待っているシュウ、これはうまい。いやー、なかなかああやってじっくり来ないとね、ブランカつらいんですよね。さあもう飛んでいく、今度はガード下が、あっと垂直してしまった。あと勝利出ないが、バックジャンプ。さあなかなか前まで近寄れない、ぬくぬくブランカ大足。さあ下がって、さあゲームメイクがうまい、竜巻だった。今のは昇竜スカッシュを意識していたんでしょうが、さあ上が出ないがどうだ。さあ竜巻、小足、さあ勝ったのはシュウケン。わさびカメラ屋、はい、あの通るときは言ってもらえれば全然とあのちょっとあのコードマイクのコードが短いんでね、あの通るとだけ言ってもらえれば全然通ってもらっても変わりません。さあお互いのキャラを聞いて、さあでは始めてください。カメラマンさんは当然剣ですね。さあカメラ屋さんの、あ、始めてください。忖度具合が気になるところ。さあ勝利出ない、暗い投げで対処。さあ三角車の勝利出た、マジか、都市伝説。さあ踏み込み投げ、勝利出る、
しかし1000点ではない。さあなんか怪しい小パンから昇竜、さあ食らい投げ、いいですね。忖度してるんだが実力なんだがわからないところがミソですよこれ。さあ竜巻、そう蹴り逃げ、これは新しい。さあ出ない、さあ出ない、さあカメラ屋さんの場合は今度は大勝利なの勝でいいと思うんですが、さあ勝は大勝利、ちょっと早い。さあ掴んで、このラウンドは忖度ないのわけ早さ、立ち中キックアマレイが食らう。さあさあやばいやばいと言ってますが、やばいのは20年やって昇竜出ないあなたが一番やばいですよ。大丈夫ですか。さあしかしこの踏み込みは誰にも真似できない。大番大足、さあ大足が面白いように当たる踏み込み投げ、ここは勝ったのはカメラ屋。さあ次が2回転対 TZW、 これはなかなか熱いカード。感謝の心を置いたカメラさん、笑2回戦がマットマウスにいるって。はい、では始めてください。バイソン対ガエルでしょう、間違いなく。いや、使えばいいんじゃない。さあ駒の道ではちょっと残念な結果に終わった2回転さん、ここはぜひ頑張ってほしいんですが、一定の食らってるよ、大丈夫。さあオハオは、オハオは、さあクレイジーがたまりそう、たまってアントビをしくじっている。さあなんか必死にソニックは避けているが、最後は下グラウンド素直に打っていった。さあ開幕ダッパー、何読みなのかよく分かりませんがソニック読み。さあヘッドサマー、おっと何をやっている。さあお互い諦めてたフール、勝ったら2回転。さあこれから1回戦、ミヤさんとキナコング太郎さん、ミヤさんとキナコング太郎さん、ハルオの中の人、ジャンケンで 1P2P はだけじゃんけんで決めてください。ツピーこっち、さあキャラ申告をお願いします。はい、では始めてください。さあ今回ダブルイルミネーション方式ということで、1回曲げても大丈夫なやつです。まだキャラの裏読みをしている人はいませんね今のところ。さあ中心ピヨってアッパー昇竜、リバサ投げ、さあリバサ昇竜素直に出していく。さあ飛び越しつかみから掴んで三段ピヨリそうだがテラ出していく。さあ
どうだ、投げる。あ、分けトーナメントは、ま、あの決まり次第できるところから真ん中の台でやっていくということなんで、そのうち真ん中の台も開けてもらいます。今の試合している方々さあと言ってる間に、皆さん勝ち。続いて文鎮さんと篠丸さん、文鎮さんと篠丸さん、皆さんですね。さあリセットがかかります。さあ今回剣使いが一番多い、よくわかりませんが、まあ多そうな気はします。さあではキャラも決まったので着席して始めてください。スピードは3速固定となっております。まあ、勝手に決まるんで関係ないですね。フェイロン対竜、今のところまだ、メインキャラですね。さあガードしまい、おっとお互いミスっている。カメラ屋さんは、まああの浮上暴行未遂で勝ちました。大丈夫です、勝っております。さあこれは真剣だと危なかったが、シンクガードさせている。これは半角、カメラ屋さんは無事ゼロ回戦を勝ち抜けております。さあ踏み込み支援、練り込んで、さあレックから、さあ削っている、さあおっと支援、どうだ、しゃがみ台パン、歩き投げ、いいですね、モラルあふれる立ち回りでございますが、おーと歩き支援。さあディレイレッカー、さあこれは仕込んでおけばというやつですかね、まあ、出ませんでしたがガードしていたので。そしてテウガさんと私、テウガさんお願いします。そういや、そのアナウンス、あ、テウガさんと、はい、OK です、お願いいたします。真ん中の台ではもう一トーナメントをやりますのでお願いいたします。きなこんぐーたろうさんとしのまるさん、真ん中の台で対戦お願いします。はい、ワンピ側に KKY、 ツーピ側にマットマウス、マットマウスの常連テウガさん、マットマウス力を KKY に見せつけてほしい。まあ、KKY さんはね、さあワンピ側手元見ないでインフェルノ出ますからね、ワンピ側出るんだぞと。ツーピ側は見ても出ない時あるけどなみたいなそもそも手元見るって。さあ冷静、厳しい、いやー厳しいですな、非常に。さあヨガファイヤー、ヨガファイヤーと、まあ KKY もあっちで軍勢、鷹の爪端っこ通そう、ザンギとは散々やってますからね、ザンギは近寄らせない。さあテルガが厳しい、何かが起きると、ああ何も起きずしょうがない。さあ勝ったのは KKY。 さあテウガさんそのままの近場に待機しておいてくださいね。はい、レイジンさん、レイジンさん、レイジンさんいらっしゃいますか。レイジンさんとセロテープじゃんけん、ワンピースピー、ツーピー側キャラクターをじゃあせーので言ってください。ガイルザンギエフなんでだよ、遅えよごめんなさい。はい、じゃあレイジンさん、レイジンさんがワンピー側にガイル、それでツーピー側にセロテープザンギエフ、いいですね。そうそうそう
ゼロ様は途中でまたバナナ食うのかな？笑う。ラウンド1ファイト。サイコロン。さあ、霊人さんの情報が全くない状況で、セロテープさんは、ザンギとガイル、同時に行った瞬間にセロテープさんですかね。あ、ダルシムの間違いでしたって言い直しましたから、なわけねえだろ、お前と。さあ、セロ様。さあ、パイルで、ね、受け身はずが取ってる。おい、よく今、あれだね、リバースタワー。ガードした、その後が悪い。さあ、チラシポクッと。さあ、普段どこでやってるのか、ちょっと後でインタビューしたい。さあ、飛んでから、アート。いいですね、セロ様ね。さあ、このセロ様と、アイスレーのレイジンさん、負けた方が、そのままの、テウガさんと、勝負する形になります。で、その次が、グリグラさんと MV さんですね、じゃんけんしておいてくださいね。さあ、スクリューでボスっと。私は、これでも、スト通界の、年長者ですよ、みたいな感じの。セロ様が、これはですね、年齢的なハラスメントをしましたね。そうです、セロ様が、あ、何それ、ソバットバリシング殴って。さあ、セロ様、グッバイなのか。さあ、持ってって。お、結構今吸ったな。今吸うんだ。さあ、ダブルサマー出して、トリプルサマーに引っかかったが、何それ、最後の。何それ、今の。なんか無理やり勝ちましたね。さあ、じゃあ、レイジンさんですね。テイガさんとじゃんけんして、1P、2P、サマー連戦ですね。テイガさん、テイガさんどこ行った？あ、いた。こちら、じゃんけんして、最初はグー。あ、最初はグー。じゃんけん、ほいと。あい、こうでしょと。あい、こうでしょと。じゃあせーのでキャラクターを置いてください。せーの、またしてもじゃあそのままじゃあ先あのワンピースとスーピーは大丈夫だったよね。どっちがワンピースだっけ。じゃあそのままじゃあ真ん中の台であのテウガさんとレイジンさんそのまま始めてください。またしてもあれですね、レイジンさんガイルザンギですね。でグリグラさんと MV さん始めてください。今勝ったのセロが勝ったんだ。はい、あれ MV さんいませんね。せーのでキャラクターを言うです。まあそのままですから、ね、バイソンとフェイロンなんでしょうかね。わかんないですけど、せーので僕は言った方がいいかなと思います。一応あ、そのままですね。はい、みんなですね、紳士ですね。僕絶対フェイロンとかホンダって言いますよ僕フェイロンの相手はホンダ一択ですよ。まともにやるまともにやらなくていいルールなんですから。まともにやる理由はないでしょう。さあ、シャーチュー。そう、あのシャーチューがね、結構ね、フェイロン戦で対抗するのが素晴らしいんだよね。キャラ変えありだし、さあ、おわ、さあ、キャラ、そうですね、まあ、キャラ、かぶせ、バレ、かぶされ、みたいな感じのが一番寒い感じですけど、バレたー、みたいな。攻め上げて、からのアントロ、アントなんで今の。さあ、冷静。で、シャン勝ち。へぇ、ザンギで勝ってるな、すげえな。さあ、1本取り返す。さあ、MV。バイトラ戦派大変そう。先ほど。カメラに殺されたわさびさんが後ろで無言の応援をしている。さあ、撮影始めましたね。多分これ今ね、目の前のグリグラ君よりも真後ろにいたわさびさんのプレッシャーはなかったんじゃないかと思うんですよね。絶対勝たなきゃみたいなさあ、勝ったのは MB。 さあ、そのまま走行がギルさんとムナーリさんですね。ギルさん、ムナーリさん、もうじゃんけん終わってますか。ギルさん、ムナーリさん、ギルさん、ムナーリさん、次がピョン、まあ、違った、武蔵小杉ザンギと純平さん。純平さん、どなたかな。純平さん、いらっしゃるね。とは、武蔵小杉ザンギ。純平さん、ちなみにメインキャラなんです。竜ですね。武蔵、はい、信号聞きました。じゃあ始めちゃってください。あれ、ピョン騎士、ピョン騎士どこ行った。ピョン騎士、ピョン騎士いねえな。真ん中で
あ、やる。真ん中でぬくぬくさんとグリグラさん、やっといてください、ローザーズ。ぬくぬくさん、グリグラさん、真ん中の台で対戦お願いします。はい、ワンピー側、ワンピー側にギル君、すごいスーパー若手ですね。若手に対し下がったおじさん、ムナーリ。そう、もう見かけないな、おじさんっていうふうに僕言ってました。僕らは年上ですからね。さあ、おじさんの上台が、さあ、タッシュキック。ヒロさん、下がったおじさんは、白パン下がったおじさん、白パン下がったおじさん来るわけないですね。いや、行かねえべみたいな感じですね。さすがにね、家族持ちはね、そんな、そうそう簡単に日曜、しかも3連休、飽きれないからね。さあ、ラウンド1、1本目はおじさん。おじさんが、あー、老人力が出ましたね、今ね。飛んだの見てからしゃがみくらい。完全にアッパーカットミス。さあ、大変に、そのミスも、その後違うものでリカバーして、さあ、どうげん。さあ、老人。さあ、食らう。さあ、食らう。老人力。さあ、これであれか、のおじさんもうアッパーカット出すの、もうビビっちゃってます。もう自分からペンペン飛ぶようになっちゃいましたからね。これもうおじさんパリンした証拠です。もう今日なった日のおじさまは正直負ける気がしないです。下がったら自分から飛んじゃダメですね。完全にもう、まあ、もう飛ばれんの怖い、なんで先に飛んじゃうみたいな感じで、もう心が折れた証拠でした。が、勝ったのはおじさん。勝ったのはおじさん。無駄におじさん。さあ、じゃあ、グリグラさん、今、ぬくぬくさんとグリグラさんやってるので、それそのまま終わったら、ギルさん。ギルさん、そのまま試合ですからね。はい、やってたのは、なんだっけ。ぴょん吉さん、ぴょん吉どこ行ったん、死んだか、いた、ピョン様、もうとっくに呼ばれてますよ。あ、いたいた、純平さん、純平さん、じゃんけんで、純平さん、メインはリュウラの方です。リュウラの方です。まあ、嬉しそうだね。そうです。一応、あっちは残儀、まあ、名前とか残儀がメインです。まあ、そこから駆け引きしてください。最初はグー、最初はグー、あ、じゃんけん、ほいと。プロのモンスターランドリベンジ。スーピーガワレ。そのままですね。はい、ということで、もうザンギ大竜ですね。ぬくぬくさん、そのまま試合ですね。ギルさんと試合です。ぬくぬくさんとギルさんが試合です。うん、ギルさんとぬくぬくさん。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん。じゃんけんさせて。はい、ワンピー側に、純平さん。純平さんも、あれですね、先ほどのレイジンさんの、ちょっと普段どこでやってんのかっていうのを聞きたいプレイヤーですね。ちょっと聞いといて、普段どこでやってんですか。さっきのレイジンさんも。さあ、画面端に捕まえて、さあ、少々台から、ショールゲン、しっかり出して。さあ、多臭多臭。さあ、多臭多臭、うっとし。飛んだところにしっかりダブラリー。はい、了解。さあ、飛んだところ、クライファイル。で、受け身取れていない。めくりは食らっちゃったが、優しい。さあ、ダブ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 でシング、食らってしまって、さあ、ケースにバネシングで勝ったな、ピョン騎士。さあ、純平さん、割とすぐ出番ありますね。近場に移動してくださいね。10番は下だね。さあ次11が、コテ、コテ君とシュウ君、コテ君、シュウ君、コテ君、シュウ君。一応あれですね、食べ物と一緒で3秒ルールです。3秒来ないと負けです。どっちも負け、どっちも負けです。どっちも決まってます。キャラはメインですね、お互いね。はい、でこれ終わったら次ハイジンさんとギャリーさん、ハイジンさんとギャリーさん、じゃんけんしててくださいね。勝ったらどっちだ、ぬくぬくさんと。ぬくぬくさん勝ち。じゃあ、ぬくぬくさんが、そのまま、あ、勝ってんのね、はいはい。
さあ 1P 側にシュー、 2P 側にコテ、コテは栃木で頑張っているサガット。このサガットにはね、あの川又君だったり僕だったりとかが結構いろんな人間こぞって教えているので、なんとか結果を出してほしいところ。ちなみに先ほどの野地合ではシュー君が圧倒的に勝ってはいたが、ギャリーさんってどのかな、ギャリーさん、あ、いらっしゃるね、はいはい、あ、ぬくぬくさんのあれか、失礼。さあ投げられて、さあラウンド1はシュー君が取って、さあタイガー、さあタイガー、タイガーと、さあきついぞ、さあ持ってった、さあコテ君がそのままで、先ほどのあれですね、順平さんの、順平さんの竜とコテ君下がっと、じゃんけんであれですね、の真ん中の台でじゃんけんでワンピースで決めてください。ワンピー、ツーピーどっちがいいですか、ワンピー側で。下、じゃあコテ君真ん中な、キャラ申告だけお願いします。じゃあもう端っこ手前の台はあれですね、ハイジンさんとギャリーさん始めちゃってください。で次川又君と曽根さん、曽根さんはどうなんだ、あそうだね、吉尾君のお友達と、ま、もう川又君じゃんけんしてください。ワンピー、ツーピー、決まってますね。はい、ハイジンくん、ハイジンくんもこれね、バーサスとかね、いろんな結構いろんなゲームセンターでいろんな人間に、特にね、そうやっぱ最近のリースからね、みんなね、あの川又くん、まあ、川又くんですからね、あのパッと見クリーンなイメージで言ってますからね、全然そんなことないのにパッと見の爽やかさに騙されて、まあ聞く話聞くならあの人が一番優しそうみたいな、あのちょっとあれですね、イメージに騙されてみんな川又君に聞いてますけど、あの人基本的にないですからね、あのあんま教えないですからね、頑張ってみたいな、いい感じのことだけ言ってなんか大したこと教えてないみたいな感じの、いやいいよいいよ頑張ってるいいと思うよみたいな感じ、そう具体的になんか何も言わないみたいな感じのですね。そう減ったな今のローリング。さあコテさんが勝ったと。さあ川又君、今日だって川又チルドレン多いんじゃないの、ここの店川又チルドレン、コテ君とかさコテ君もそうだし、だってハイジン君もそうでしょ。さあ足払い、さあしっかりハイジン君が師匠川又の見てるところで頑張りましたね。さあ勝った対人さん勝利でなんだっけ、そこそっちか。じゃあわさびさんとギャリーさん、おっとわさびさん今度またですね、忖度チャンスですね、忖度チャンス、わさびさんとギャリーさんとで敗者復活ですね、のじゃんけんでもう一試合あるので、 MB さんの奥さんです、はい、1P 側にわさびさんですね、 2P 側にキャラクターだけ、まあキャラクターわさびさん1キャラですから大丈夫ですね。はい、いやそんなに言ってない、川又君と曽根さん、曽根さんやってくださいな、お互い流々ですね。 1P 側に曽根さん、彼は吉尾君のお友達ということでわざわざ来てくれましたありがとうございます。 2P 側川又君、先ほど吉尾はまあそういうもんですよ、吉尾の友達は花丸くんとか来てますよ、吉尾本人はいないけど吉尾の友達はみんな来てます。さあ冷静、さあ一生懸命今みんなわさびさんの応援をしてますね。さあ大昇龍に
で画面足ハードハードハードで押し込む。そうですね、茶灰色の方、灰色の方が川端君。次がね、ヘビメタコさんとカベンジンさん、カベンジンさんもうじゃんけんしておいてくださいね。さあ波動波動で、さあ大島差し込んで勝ったのは川又。さあ曽根さんがあれですね、なんだ、あ、まだ決まんないのか、まだ決まってないんだね。ギャリーさんとわさびさんの勝った方と曽根さん、そのままやりますので近場に動いてください。ヘビメタコさんのカメニーさん、これキャラクターそのままですね、キャミー対バルドグだと思うんですが、一応メインはね。で実際何使うのかはお互い、実際何使うのかは謎と。あ、オッケーですか。じゃあギャリーさんそのまま曽根さんとじゃんけんで試合ですね。うん、はい、カメニーさん、名前の通りですね、仮面の人ということで、バルドグで 2P 側に待ってます。まかり間違って、いろんなゲームセンターあったのにまかり間違ってマットマウスに通い出してしまった男、ヘビメタコで、キャラはキャミー、頑張ってほしい。さあ投げられて OK ですか。真ん中も始めててください。さあバルセロナすげえ当たり方したけど、さあ投げて、さあゴロリと、今しかも中ローリングだったね、珍しいもん見た。さあスパイダーロードがなんか偉いところから刺さって、1本目はヘビメタコ、あ、体力ゼロドットだったら刺さったのか。今いいですね、これあのリアルタイムで今目で追えなかったんだけど、あのほら配信のこの画面が若干ラグあるじゃん、だからその再現 VTR 的な感じよね。あ、そういうことみたいな感じ、ね、今見ちゃいましたね。さあフーリガンは空振って中足中足中詰め、上手。さあスパイラルには中詰め半額と、あ、でも今あれですね、スパイラルフーリガン空振ったの中中中、まあ、そういう上手でしたね。バルログ使い、バルログ使いのくせにチューチューチュー詰めできないやつ多いんで。さあ冷静、キャラクター的にはキャミー対バルログ、圧倒的にバルログ、今ちょっと失速するかと思った圧倒的にバルログなんですが、なんとか頑張って、さあピヨンってしまったところにドガッと仮面陣勝利おめでとう。さあそのままヘビメタコが誰とだ、まだ決まってないか、ヘビメタコさん相手はね。で、その後が、413とカメラや妖精。親父。じゃんけんで。ちなみに、事前情報です。カメラさんは剣がメインです。で、413はガイルがメインです。ガイルが基本的にメインですが、さあそこからどうなる。OK。さあ、じゃあ手前で41。41というと、ゼロシリーズであれですね。有名ですね。あ、素直にガイル剣、ここは裏切りのブランカとかあるかなと思ったんですけど、さあ真ん中曽根さんが勝った、曽根ウィン、おめでとう。次が俺と白崎さんか。さあ、ハドハドハドとソニックね、なんか気づいたら親父エラヘラされてるけど、ルーザーズは次がこれ23番の試合ってどこだ。そう、ここなので、さあ空中出す巻きね、無理やりワンツーピーダーに回ったが、体力的には相変わらず、これね、一通やってる通り、カメラさんスタイルの人ってね、こう一通以外のゲームをメインにしてる人の戦い方ってすごいやりづらいんだよね。そもそもそのガイル、そんな茶化つかなくてもいいキャラなんだけど、さあ、死んだ
妖精、妖精だ、リクランがない、死んだ。さあ、まあ、じゃあ親父まだ出番、もう親父そのまま連戦、連戦ヘビメタコさんと親父。さあ、か目玉の親父なるぞ、カメラの親父、カメラの親父とヘビメタコさんで真ん中のタイで、はい、で、そう、俺とあれで篠崎さんじゃんけんしないと、あと KKY さんどこにいるかな、はい、お願い。さあ、マッツンいきなり大得意の本田戦からスタート感じで、菅篠さんもここは一発見せてほしい、というかまずキャラを裏切る可能性もなくはない、なくはない。さあ、キャラは決まったのかな、始めなさい。ガイル、ガイル、ガイル、ガイル。さあ、やはり剣本だ。さあ、離れて、さあ、これはちょっと、あーっと、ちょっと今立ち台パンがね、間に合いそうだったんですが、こうなるとしんどい。出足が入って、さあ間に合ってるぞ、昇竜拳打っていく、あの辺がマッツンですね。さあ、しかしどうだ、さあ今のに大一丁出てればというところでしたが、あっと暗い投げ微妙、さあ鬼武装では微妙に死なないっぽい、百裂。さあ一本取った、シノホンダここはあるのか、おっと開幕頭突きは波動拳食らって百裂か、これはガードするしかない。さあそこは割り込めるところではないが、さあちょっと無駄なダメージをもらってしまった、しかしまだわからない、中足波動ジャブで落とされるということで、まあ結局はマッツが安定勝ちというところでした。ありがとうございました。はい、そしたらなんだっけ、急に音がでかくなった、何の音だ、愛人の音、 TAW さんと篠本田さんですね、出番ですよ、篠本田さん TAW ラブス、どっか行っちゃった、はい了解。はい、じゃあそのまま続いて、もみじやさんとペルオさん、もみじやペルオ、もみじやさんのペルオ、ゲームの音がエムツン参戦になった途端でかくなった。ゲームの音がマジで今そのまままだでかい、どっかいじっちゃったかな、今まだでかい、はい、 1P 側にモミジア、ヴァンパイハンターゼ、 2P 側にストフォーからペルオ、さあピヨって、でかいままですよ、さあ頑張れモミジア、頑張るんだ、でかいまま下げるか、これでどう、ちょっと下げてみたよ、ちょっとさ結構グイッと今いじくったけど、どうだろう、どうだろうね、しぼんだ、まだ大きいかな、さあスライディング余計なとこやってしまってきつい、刺さった刺さった、さあ、もみじや、そのままもみじや、多分すぐ出番になりますね。あっそう。このままでいいよ。あっそう。じゃあ、しょうがないよ。こうやって、TW ちゃんがそのまま負けということで、じゃあ、篠本田さんと今のもみじやさんですね、やりましょう。で、平ソイヤ。処刑。ザ、処刑。あれですね、何でしたっけ、マック、
初めの一歩のあの木村対真柴でしたっけ処刑執行みたいな感じのあのポスターあんな感じですね。さあ剣と死刑執行まさにその言葉がビタで似合う。さあタイダメがタイいつもだったら白石がニコニコしながらソウヤ君の後ろにいるのに今日ばかりはさすがタイナの後ろ。ルーザーズはのなんだっけ、シノさんとシノさんとモミジヤさん。さあ画面端追い詰めたぞ。がダブに食らってさあめくりはしっかりガード。さあ無理やり上から抑え込んだがリバーサー投げ。さすがタイラその辺相変わらずうまいね。大キック大打ちってワンチャンあんのか。大キック長いハードで無理やり相打ち。さあ何が見えたか上り蹴りでも今飛び越し投げで無理やりごまかしたか。さあハードハードで。さあ逃げ大パンチ。それ今ふと思ったんだけどなんか俺イロハさんのさ幻影姿が見える気がするのは気のせい。イロハさん大会出てなくない。さあボグッとダブに当たってあっという間に死にましたね。じゃあ次が白対ニカ2回転さんバーサスで東海戦を散々盛り上げてきてくれた今の一つ回を盛り上げてくれた。盛り上げ続けてきた2回転すごい嫌そう。竜相手なのにバイソンです。苦しそう声を絞り出してそして今その2回転に対して平良が後ろからシゲチーってジョジョの第4部のことを言ってますね。シゲチーって確かに見てくれ今シゲチーみたいになってるからな。ハーベストちょっとアンパンチ刺さってさあハローハローで投げね。あれなんだっけもみじやさんたちはやったの。あもう勝ったんだ。はいはい。さあ投げてポイントちょっと目離した隙にしばらくの間2回転さんがリードしていたように見えましたがさあ投げて勝ちということだったんですね。今スロー再生でもう一度できない感じで配信の方の映像見て言ってました。さあハドハド行ってダッシュアッパーかよこの野郎的な感じで。さあ下で、ね、さあバイゴスとグランドスウェルほぼほぼ同時に出ましたがさすがに必殺技だ。さあ波動拳ニョキッと。さあダッシュアッパーで追いかけてさあ画面端で追い詰めたが竜巻と裏振り向きクレイジー出てからのさあゴチッといって勝ったのは2回転。さあ平対白石ならず。じゃあそうしたらソイヤと白石君ソイヤ死刑続行さっき処刑されたやつなのに処刑されたはずなのにそのまんまですね。処刑が続行されましたね。一回死んだはずなのに。さあということで今1回戦が全部終わったので今上に戻りますね。勝ってるミヤ君ミヤ君と文鎮君ですね。ミヤ君文鎮君ミヤ君文鎮君ミヤ文鎮ミヤ文鎮でその後に KKY セロテープこれ見物ですね。これ見物ですね。 KKY セロテープ宮文鎮 KKY セロテープで MB ムナーリ。いやこれちょっとおじさん頑張ったらかっこいいね。 MB バイソン対サガット。これちょっと処刑されてるとこ見とこうか。処刑されてるとこね一応映像今流しますよ。さあミヤと
ミヤと文鎮、これあれですペナルティですな、まあ、むしろ両方負けでもいいんですけど、さあワンピー側に今現状頑張ってるのがソイヤ、そしてワンピー、ツーピー側に白石、さあシンク当たってさあまあそうですな、そうですね、これはですね、運営に集中できるじゃないですか、よかったですね、よかったですね。さあ元に戻して、さあじゃんけんも決まってんのかな、あ、両方キャラ聞きました、 OK、 あ、もう聞いてます、あ、違うのになった、なんでシューティングネタかな。さあ処刑完了。さあワンピー側にブン・チン、ツビ側にミヤ、その次はですね、KKY さんとセルテープさんですね、これ見ものですね。頭を、知恵を使うと、まあ、KKY さんは何があってもダルシムのままだと思いますけど、駆け引きする必要がなくない。さあ中盤ハード、中盤ハードで許しちゃうあたりが、ハードはシャーメンダイバー抜けやり、さあピオリーチだが、せっかく潰したのにクライナーされて、さあ燃やされて、そうですね、フェイロー使いで基本的にね、何でしょうね、多分病気なんですね、必ずリバーサルで支援機はこするんで、まあ、ガードされてもノーリスクみたいな感じなので、必ずこするので、こすらなくなるまでほったらかしてダイヤ縛らないですね、でこする支援機はこすらないフェイロー見たことないので、はい、KKヤスさん、キャラ申告、お願いします。うん。はい。で、セルテープさん対、KKヤスさんですね。あ、で、決まったのが、これはなんだっけ、今、ここ、ミア負けたの。さあ、裏切りのセルホンダ。残儀ではないと。さあ、そう、カラーリングがあれですね、ニーアホンダっていうのがまだいいですね。さあ、KKI としてはこれは、こんなネタキャラに負けるわけにはいかない。さあ、確かにナイガース回りましたね。さあ、ワンちゃん今勝ってた気がしますけどね。さあ100巻、100巻から100巻、わけわかんねえと、さあ前自ら離れて、痛い、相打ちが痛い、さあ100です、どうすか、払って、さあ今あれですね、ガード下積みが飛びましたね、なぜかね、さあまさかの、あっピヨった、さあ KK が必死でレバーガシャってこすって、さあ、さあ安いさすが KK、 あーうお盛り上げるだけ盛り上げて、いや今ちょっとね、すれちょっとごめんなさい、今途中でアホって言いましたね、僕ね、何してんだよみたいな、いやー惜しかったというか危なかったというか、さあセロテープさん、じゃあキナコング太郎さん、バルログですね、バルログとセロテープさんやっといてください、で MB さんとムナリさん、 MB さんムナリさん、いやーハラハラしましたね、真ん中、はい、手前ではこれまたあれですね、世間一般で言うと処刑になってしまうんですが、ちょっとおじさん頑張ってほしいです、さあ
MBVS ムナーリ、ワンピがね MB、 まあ MB はバイソンでしょう。それむしろ下がった相手に他のキャラにする理由がないというところで真っ向勝負。俺ムナーリさんこれリュウカなんかに変えるかなと思ったんですけどね、まっすぐ行きました。あれなんか番組を延長できませんでしたとか、なんか赤いエラーが出た、なんでだよ、延長枠取れないの。さあタイガー、タイガーと、さあゲージ溜まっちゃった、しんどい。あ、延長できた。さあ削りだけであっという間に追いつかれた。あったように当たって、そっからの正面、お、チラシで止めた。おっと、これジノさん何してんの、おじさん、おじさん、おいきりしゃがみショーパンチひょこってきたけど、さあ老人力大爆発。いやー平和ですな、平和ですわ。セロ様がキノコングドローさんのバルドグをはめ殺したと。じゃあそれそのまんまあれじゃね、できるんじゃね、セロテープとミヤさん、うん。さあ、おわ、刺さって勝ったのはさすがに MBで、下と当たり前ちゃったね。じゃあ、これ、淳平さんかな、淳平さんと、むなりさん、おじさん、淳平さん、淳平さん。淳平さん、勝ってんだよね、さっきね。あ、小手くん勝ってんだ、失礼。失礼、小手くん。小手くんとおじさん、下がっと同キャラ。じゃんけんで 1P、2P。真ん中の台で。あ、また、それ、ま、真ん中、宮くんが終わった後。もう、とりあえず、じゃんけん 1P、2P だけしといてください。はい、手前の、台が、なんだっけ、勝ってか、ぴょん吉と、ぴょん吉とあれか、しゅうくんか。ぴょん吉としゅうくんだ、失礼。もう決まってる。じゃあ、そのまま始めてください。で、これ、それの後に、ハイジンくんと川端くん。あ、これ、指定対決ですね。ハイジンくんと川端くん、じゃんけんしててくださいね。ハイジン、川端。これ、あれか、またいない感じか。あ、いるか。大丈夫だよ。もうスタートしちゃって。さあ、しばらく差し込んで、さあ、大しばらくしっかり大しばらく差し返す、うまい。無理やり、大丈夫、どっちにしろスキル一発、まあ、決めて端っこにちょっと運んだと思えば、大しばらくボケッと当たって、ラッキーマン、よくわからない最後、どこに向いて対空なのか、ポクッとセロ様が勝ったと。あ、そう、じゃあそのままコテ君とムナリさん、さあダイバー当たって、さあダブラリも当たる、ピョン吉がタイフゼロヨット、さあ勝利当てて、さすがにダブラリね、体力ね、ゼロヨットなってから結構意外と面倒くさいんだよね。これね、ポニーはローキックしながらモリモリ歩いてましたね。ピピピピみたいな、相打ちオッケーみたいな。そうそうそう、それですね。それよくやってましたね。あ、そう、結構意外と面倒くせえんだ。ガイが現れた。さあピョン吉、勝ち試合を捨てたピョン吉。さあ
だスクールで、なんかスクールの前が白く見えるな、気のせいか。さあうまい、さあまっすぐ、さあ勝ったのはピョンクシで、負けた23番にシュウ君入るから、シュウ君とヌクヌクさんだね。これムナーリさんと、ムナーリさんとあれだね、コウテイ君が終わったらヌクヌクさんとシュウ君、あ、また当たんのか。ヌクヌクさんが頑張って上がってきたんだね、うん、さあ、そしたらその次が、配信、配信川又、どこ行ってる、いるね、はい。その次が仮面人、仮面人41、仮面人さんと41さんの次がペルオ、ペルオと俺、ワンピースビーどっちがいい、あ、はい、さあワンピー側、茶色い方が廃人、廃人に対して黒い竜、いつもの色ですね、川又。どっちが廃人かっつったら川又の方なはずなんですが、さあ波動、波動ゲージも持ってるし、ガミガジを詰めて、これ多分川又君としてはね、今日の大会はねできる、こんなの優勝したはずなんですよね。川又君もうっかり大会、お店でいうところの大会優勝経験なしのはずなので、エクサは出れますからね、川又君ね。なのでちょっとね、多分大会優勝したいはずなんですよ。さあ、ナシマ差し込んでめくって、と昇竜逆に出たで、中押す、さあどうで上から、さあ今の昇竜は真空目だったんでしょうかね、暴れの。さあどうで配信取り返す、ムナール勝利。じゃあシュー、シューヌクヌクやってもらいましょうかね。キャラオケ、さあゲージはお互いどっこいどっこい、さあしばし差し込んで、主真空は出させられた感があるが、しっかりアッパー。さあ廃人師匠超えならず、勝ったのは川又、おめでとう。さあ廃人がそういうとこに入った24番、あ、もうそれメタコさんとできますね。廃人さん割とすぐ出番あるんで、このぬくぬくさんとシュウさんの試合終わったらヘビメタコさんのキャミーと勝負です。で、で仮面人さんと41さん、じゃああれですね、ワンピース決まっていれば、まあ、メインキャラはバルログとガイルです。それに対してキャラを変える可能性はそのまま、そのままですね、キャラは。ワンピー側に41ガイル、スーピー側に仮面人バルログ。さあ今逃げそばと、さあ投げて、おもむろに三男、この三男うまいっすね、目押しが。先ほどからこれね、本当ね、恥ずかしいことね、バルログスカイ、三男よく見せるやつ多いんで。さあ、ソニックね。さあ、垂直大パンで爪を叩き潰し。さあ、ソニック、ソニックで。さあ、シューウィンと。したらおじさんとできるのかも、そこは。とりあえず、あれ先に配信君と、配信君のメタコさんやりましょう。さあ、バルログが一気に勝ちましたね。和高さん、あ、いた。お頼んだ、俺とお前さん。さあ、メイン台は、マッツンとペルオさんですかね。さあ今のところ裏切ったのはセロテープだけですかね。根性が腐ってますね。
まあ勝てばねまだいいんですけどね、負けちゃダメでしょ。いや意味がわからねえ。さあバイソン対、さあ見てから入らないが、これはいい相打ち。そしてピオリダメージを回復させて、さあ手を出さない。中盤はこれはなかなか嫌な立ち回り。今のもクレイジー当たりそうでしたけど大丈夫だったのかな。さあちょっとしかっと、これを踏んだのは、さあ一回拒否る。さあ上マッツン昇竜出ず、まああれはなかなかね出ないところ。さあかなりいい感じでペルオさんが一本取っております。さあ引っ掛けだ、掴んで掴み返して、さあ見てから今ヘッドだったのかな。さあ掴んで、なあ掴む、まあこれはしょうがないでしょう、諦めはつくところ。さあ3ラウンド目どうだ。さあ見てから、さあピオルか、いかなかった、これが吉と出るかどうか。さあ下、さあしっかり透かすものは透かしている。下確定、しっかりやりきった、勝ったのはベローさん。負けだー、まあしゃあねえな。さあしたら次が、あれ俺あれじゃん、白石君とやんじゃん。なんだよ。そっか負けたらすぐ試合か。あ、そうだね。はーい。さあウィナーズは平と2回転ですかね。平2回転ですね。2号試合ぷよぷよやってる場合ではない。さあ比較的右の山は辛い感じなのかな。いや白石君は負けてるので、とりあえず、うん、とりあえずこっちの台ではないはず。2回転平ですね、手前台。お前知らねえよ、おめえのくじが悪いんだ。さあな、まあ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 、いや他人に引かせるのも運だから。さあ2回転対平、さあやる前からひよってる風な2回転ですが、さあさあ掴んで、さあちょっと下が今んとこいい感じ。さあダッパ、さあしゃがみ中盤が透かってますが大丈夫かこれ。さあこのヘッドは危ないぞ、かくって、さあおっとだー、これはどうだ。よっしゃ、素直に暴れた。ナイトメアだと平は主張している。これは完全に1ラウンド勝敗がひっくり返った。さあ結構投げは狙い目なんですが、身長ルーチンの2回転は掴みに行かない。さあいけるか、さあこれはクレジーではまだ削りきれない体力。いや、あ、いけるか、いけそうか、 5発当てればいけそうだな。さあ出たー、 やるな。ということで、これで2回戦が終了なので、ウィナーズの代は、文鎮さんと私ですね。文鎮さんいますかね。あ、
1ピーが KKY さん、2ピーが文珍さんと、さあ、1、2、3、4、5、6、7、8と、本戦のトーナメントもベスト8。さあ、フェイロン対、あ、失礼、ダウシロ対フェイロン。ちなみに真ん中の台、ルーズハスでは、シロさんとマッツーさん、いつも通りのマッタマウスじゃないかというカードでございます。さあ、激しい戦いが繰り広げられておりますと。さあフェイロンが画面端から持ってって押して、まず1ラウンド選手はおじさんにマイク渡そうか。そうですね、ダルシムってキャラとフェイロンってキャラがいい試合をしてます。最近のフェイロンのすごい研究ってすごくて、いやもう10年ぐらい前だったらもうダルシムフェイロンはもう終わってたバランスだったんですけど、すごいなんかフェイロン使いのすごいなんか本当研究によってこの前のなんかあの四季の方の大会の時にダルシムチーム対フェイロンチームっていうのがあって、これがフェイロンチームが勝ったんですよね。あ、今も勝ってる。こんばんは、マイク変えました。今日は35人も集まっていただいて本当にありがとうございます。こんばんは。いや、私も家が近いんで鹿島田の対戦台非常にあの楽しみにしてたんですけれども、まあ閉店ということで本当残念ですね。まあさよなら感謝鉄道39的な大会を開いていただけるっていう連絡があって本当楽しみにしてました。ワンピー側は KKY さんのダルシム、ツーピー側は呼ばれてるんですか。ヘベンメタコさんと41さんですよ。あ、今はルーザーズの方でヘビメタコさんと41さんがルーザーズの方で戦ってますね。あれなんか流れてないけど大丈夫これ。ウィナーズの方で 2P 側が武蔵小杉ガエル、ザンギでした。武蔵小杉ザンギとスト5の方でブイブイ言わしてるというスト2プレイヤーのスト5勢の中ではブイブイ言わしてるという MB 君のバイソンですね。夫婦で、ゲーム楽しんでるなかなか理想的なカップル、まあ、うちの奥さんはぴよぴよの画面で酔っちゃうと言われて、それ以来ゲーム一緒にやってないんですけど、あとまあ信長の野望のシミュレーションやってたら画面が変わらないって言われて怒られましたね。いやいや、国高は上がってんだよと。大阪ではね、ザンギとバイソンはザンギがかなり勝ってる。そうですね。いや、画面はね、国は微妙に増えてたんですけどね。
さすがの野望、覇王伝。ジョンギさん、いやいやもう勝つことを信じてたよというのは置いておいて、はい、見かけは紳士の川又さんと本当はどうか分かんないですけどね。いや倉橋くんがあのスト2とか強い人はみんな性格が悪いって言ってたんで、一応それを私もまあ推奨っていうか賛成してます。白本田平、平平平わらわら仮面人さんの、バルログと川又くんの、竜です。名古屋の方の竜とかだとバルログ結構倒してるんで、でも徹底しないとなかなか厳しいですよね、ワンチャンを逃さないような戦い方を。ちょっとあのゴロゴロもね、あのなかなか隙が出るんで、勝ったのは亀井さん。真空が当たんなかったですね。ペルオさん、2P がペルオさん、1P が2回転さん。バイソン同士ですね。あれ？バイソンじゃないの？あれ？わらわら。なかなかこの実況って難しいですよね。バイソンとフェイロンとか、バイソンとフェイロンの実況って。実況っていうのもさ、なんか技の名前を正確に言っていく人と駆け引きについて話す人とかいるから、ペルオさんの勝ちです。ブンチンさんとピョン吉さんです。ピョン吉さん、さっき MV 君を華麗に倒した。いい顔してるな、めっちゃ。ブンチンさんはあの津田沼からはるばるとありがとうございます。これは一回言っとかないとですね、津田沼には。年をごまかしているピョン吉さんと今日超爽やかです、今日は私服なんで。あ、ガイルにしましたね。わらわら
はい、そうね、キャラ変えるのはいいんだけどね、あのあれだよ、負けるとちょっと悔しいんだよね。なんか研究されてる動きですよね。いやもうなんか関東のフェイロンとホークってちょっと動きがね緻密なんですよ。あのずらしたかなサマーが、さすがこれがローレンな年の差か。エローさんと仮面人さん 2P ペローさんですね。川又さんを倒したバラログですよ。テクニカル、爪爪爪みたいななんか喋んないと結構攻めるバルログですね。激しく攻めます。見とれてました、すいません、あの実況慣れてないんで。ピョン吉仮面人さん、ピョン様、ピョン、ピョン、ウィナーズの決勝戦、いつもは世間話してるんですけど、なんか大会で世間話したらちょっとまずいんで、ちょっと緊張しちゃいますね。世間話でもいいのね。僕もそう思いますよ。無言が一番まずいですよ。無言が 100% ない、うん、せっかくマイク持ってるのに無言だったら場合だとマイク他の人渡した方がいいです。あと色っぽくいきますわ、うんうん、それ静か的な感じで、うん、いやーこれきついね。これもう実際これどうすんのって感じじゃないこれ。あーとこれさ、実際の動きと配信の動きでさちょっとズレがあるから、どっちに合わせて話せばいいの。あ、色っぽくっていうのはあの無言色っぽいって歌があったんで、はい、静か的に待って、もうマッツンが言ってた。世間話聞きたいかも。
はい、じゃあ負けトーナメントの方、負けの方はどこだ、 MB が勝ったんだよな、こっちか。わらわらわかんなかった。川又、川又とヘビメタコ、川又ヘビメタコ、さっきガーリだったんですよね、うん、ホークはめ殺しに来てる、ホークになりました。もう変幻自在の動きですね、これは。もうザンギ、ホーク、バルグを駆使、バルグじゃないや、ガイルを駆使して勝ち上がってます。テラー出すね。さあどうする、残りゼロドット。お、知ってる、うーんと持ってって、すげえ減って、さあ死んだ。効果これがあるからね。さあしっかりテラで、さあ1回でも掴めば勝ちなんで、そのための駆け引きをしているはずです。さあ持ってって、なんで話さなくていいところで話すのかね。ホークスカイ、これは結構俺はどうす、まあ、どうしようもないなと思ってるんですけど、話でやる必要がないところで話でやって外すみたいな。今テラー出してるわけだから、もう無敵技がないんですよね、押しでいいんですよ。さあ勝った、待ち殺した。さあウィナーズ勝ち抜けはピョン吉なので、決勝戦はピョン吉は2回負け、1回負けてもまだチャンスがあります。ピョン吉に2回勝てなければいけません。で、ここに、なんだ、仮面陣って書いておいて。さあ、じゃあ、このまま、あれですね、これ手前側でルーザーズやっていきましょうね、残ってる試合ね。川又くんが勝ったのね。はい、じゃあ、下の試合で、平。平対2回転。またしても。平2回転。平2回転。いや、これで、いや、二回転軍がね、遠征してきてくれて本当嬉しいですわ。さあ、平対二回転、ルーザーズの。いや、平君は良いパパになってますからね。そうですね。戦い方も良い人になってたら負けちゃいますけどね。さあ、掴んで、終わる。さあ、ゴチッと。なんかもう動きが早い。さあ投げて、受け身取っていない。さあ、あの手出しづらい間合いのためにうまいね、本当にタイラね。バイソンのターンですね、圧倒的に。さあベガのターンになるか。よく立った。ただ相手が黙りました。なんて立ってバイソンって状況だろこれ。あっ来た。目、目は警戒してまだ終わってなくね。まだまだまだ負けた気になってました。さあ今体力あるときは目合い読みでマイジャンプしてしまった、深読みしすぎちゃいましたね、2回ですよね。さあしかも今1本取られて負けてないのに席立っちゃうみたいな、どんだけ苦手意識持ってるんだよ。さあ最後クラッシャー大師大パンも振り向いてくれない。これ2回転さん、いろんなものを今失いましたね。さあおわーおわーと、さあヘッド、さあガーさして、ファイナル投げて。いやー今のスライディングいい読みだった。見てからかな、シナリオかな、うん、今のすごかった。ファイナルって表だからね、パターンで前回ので読んでたのかな。さあしたらじゃああれですね、こっち側か、これ KKYKKYMB KKYMB
残りの試合が KKYMB と勝った方と文鎮、勝った方と文鎮くんで、今これ川間田くんが、川間田くんと平、川間田平、勝った方とペルオ、仮面人さん、今しばらくちょっと出番がないですね。さあ 1P 側に KKY2P 側に MB バイソンオワーで一気に画面出し、さあ大パンチが中パンチに先ほどからバケている KKY、 多分大パンチを押したと言っているが実際中パンチを押してるんでしょう。さあ必死必死、まあ今のは予定調和的な感じでしたね。ヨガファイヤーにビタでダッシュアッパーからのクレジマホロー、きれいに合わせられましたね。さあヨガファイヤー、ヨガファイヤーと、さあこのままになると逆にバイソンがきついが無理やり相打ちで取り返し、飛ぶかね、ニョキッと、いやーきついきつい、これね、さあテレポッターがそこかよそこかよとまあしょうがないです。ダルシムは本当ね、リバーサルで出したテレポ一発目は必ずそこその場に出てしまうので、いや読み良かったですね。そう、読みは合っていたが、そこかよと、殺してくれーという感じでしたね今ね。さあじゃあ川又と、なんだっけ、平、川又平、これはウィナーズ、え、まだ、ま、もうこれ全員負け組ですよ。負け組、ルーザーピョン吉だけで使ってんの、川又さん、まあ、平さんと、もうマットマウス勢はみんな全滅ですか。まあまあ無難、分かりやすい言葉で言ったらそういう感じです。シロさんとか負けた、シロは平に負けた、俺は白石に負けた食物連鎖が開幕ダブル2位で、開幕ダブル2強気だな、平。やってなくてもね、やってるうちに修正してくるからね。ダブル2固め、今のところ川又がまだ何もできてないが、ファイヤー波動で一気に周り取り返し、よく今ダブル2ガールさん。さあヘッドブレス、思い切りがいいな今のホバー、よう打ったな。さあ大キックで、さあ平のいいとこしか出てない、今見てから目が出なかったね珍しく。もうさあハド食らいすぎじゃね、あーっとハド踏ん、あらららららら、ちょっと余計なことやりました今、ハドを2、3回なんかよく分からず食らってたのが、駆け引きでは勝ってましたね、完全に平の勝ち試合でしたが、ナイキミアが、あ、今のあれですよ、ハドに見てからキックの多分間合いを確認してたんじゃないですかね、試合の最中確認するかね、平らしいっちゃ平らしいけど、さあダブル2胸から波動拳で、さあ画面端追い詰めて、投げ、いやー怖いな平の目が、あ、目が出なかった、と大足はだから、またのタッシュキックポクッと、まあ、平の口から珍しく平が危ねえっていうふうに声出ちゃいましたから、あんま声出さないはずなんですけど、自分のイメージと動きが違ったみたいです。さあ竜巻暴れで受け身取っていない、それはちょっと、ね、さあ川間田君が、いや平さんごめんなさい、僕優勝したいんです今日みたいな感じの気迫が、優勝したことないんですよ僕こう見えてと。さあしっかりシャガ中でタイシンクアウトで削って残り2ドット、やったしちゃいましたか、どうだガードでした、やったまだチャンスがある、あさすがに川端やはり持ってないいやー最後の最後で足払ハードが勝利を化けるかねと、いやーまあ川端くんらしい落とし方でしたな。さあじゃあ MB 君と文鎮さんですね。MB 文鎮。MB 文鎮が終わった後に平ペルオ、平ペルオですね。バイソンベガ。
いやー、川田くんねー、ありゃなさあ、一気にピヨって、さあ、第1球。あと、なんか余計なことやったぞ。なんか、フストファイブ的な感じのつなぎだったのか。中下足払いから多少キックの肘って当たんのかな。MB 君と文鎮さん戦いですね。さあこれはさすがにきついか。さあもともとなんか大会終わるのがなんだかんだでこの中で3時間かかるんじゃないかと僕は正直かかると思ってなかったんで案の定にまだ9時前です。全然早いんですよ。俺的にはね、文鎮さんあのしゃがみ台パンチのなんか出しどころがうまいなっていう印象ですね。なんか出すたびになんか殴られてる感じがしますけど大丈夫ですか。うまいなってカメラさんが褒めたところがほぼほぼ潰されてますけど、いきなり否定されるとちょっと困るんですけどいや今画面がちょっと言ってたから確かにそうかなっていうふうに思うかなと思うんだけど全部なんか台パン殴られたから。はい、したら MB が勝ったので次が MB、間違った、タイラ対ペロです。ジャケ終わってる、はい、タイラさんが 2P 側、ペロさんが 1P 側です。はい、タイラペロを勝った方が MB と、勝った方が MB とです。これ今パッと見た感じさ、バルログはさておき、バイソン、ベガー、武蔵小杉ザンギー結構美味しくない？お、美味しいっすね、うん、ちょっと、鹿島だぜ、勝ってほしいですね。さあ、リバーサ投げから、ダブルに食べ早すぎだろ、あいつ。さあ、見てからっぽいね、ナイトペア。完全に今、心折りに行った。完全に心折りましたね。さあ、ペルーは折れてなければいいが。さあ割り込まれて、そう下よくしゃがみながらしたね。さあ目は出なかった。さあクレジバッハで、さあダブルに上から投げて、さあ出しちゃった。さあナイトメアで削って、まあ平ららしいでした、ね、今のヘッドは出しちゃいけないヘッドでした。完全に出させられた。さあ平対 MB、 攻守を逆転するような駆け引きが本当一瞬ですよね、うん、なんかここで出すか出さないかみたいな、うん、じゃあそのまま 1P、2P 入れ替えなのね。はい、じゃあそしたらじゃあリセットしてください。平 MB 勝った方が仮面人さんと。じゃあ 1P が平君。さあ MB 迷ったが、一瞬迷った感じだが、じゃあ実際じゃあ MB のもう一キャラ持ってるキャラクターの方がワンチャンあるんじゃないかなっていう絵もあるんで、さっきの試合とか見ちゃうと DJ。 さあということで、まっすぐベガ対バイソン。さあタイラは先ほどこれあれですね、大会前の試合でも結構えぐい殺し方してましたね、ウェルトのことはね。さあダメに刺さって投げて、受け身はない。さあヘッド出さないの見て確認の投げ、ね、投げて、本当にいろんなパターンを使い分けてますよね。さあ上からちょっと早すぎた。タイミングずらすだけでも、マジか今のホバー、なんであんなところホバー打ってるの。さあラウンド1は完全に平らペースで話が進んでいたが、さあことごとく飛び、あ投げいったとこ血足ダメに割られて、め中段ガードヘッドで暴れる。いや勇気あるな今のも。掴むと無敵技はあるけどちょっとお釣りがでかいからね。さあ最後ね、投げて受け身がない。上からこいつ本当に何ヶ月ぶりに一つやった動きなのか。ダッシュアップあれ迷わず、守るべきものがあると強くなるんですよ。あまあ確かに
投げて、今いいこと言ったよ。さあダブに、さあクルージング、さあクルージングね、さあ1個で削って、平良体力よく見てる、さすがです、さすがですね。さあそして仮面人平良、バルログとベガーですね、そのまま。いや仮面人さんがワンピー側がいい、じゃあリセットですね。いや平良強いな、やっぱ強い。いやね、これ平良の試合を見てニヤニヤ喜んじゃうのはもうあれですよ、あのストーツで古い人間はもうしょうがないことですからね。多分白石君とか多分あれなんですか、もうよだれ垂れてんじゃないですかね。本当に完全に決まっちゃってるみたいな感じ。タイミングのずらし方がうまいんですよ。平良みたいな感じの。平良強い。さあ仮面人もでも結構なメンツを倒してここに来て上がってきているので、仮面人さんはどこの方なんですか。最後で相打ちいったが、さあ中盤で相打ちになって行って、そう、あ、目押しがちゃんとしてんだよね。さあ1本目の仮面人、投げて受け身がない。さあ巡りはガードさせて投げて、お空中投げ無理やり、あんなところで空中投げすげえところで食らったな。はい、一本ずつ取りました。さあ一本ずつ取ってラウンド3、ファーストアタックは仮面人、そう中段、今若干エフトさん入っちゃいましたね。さあ中ということで平良がそのまま決勝戦ですね。武蔵小杉残儀 VS 平良、平良が優勝するには武蔵小杉さんピョン吉に2回殺さなきゃいけません。2回、ピョン吉は平良を1回殺せば優勝です。ピョン吉さん、ピョン吉さん現実逃避してないでじゃんけんしてください。決勝です、平良です。ゆうべが君、ゆうべが君はベガ残儀はベガだって言ってましたね。さあワンピー側にピョン吉こと武蔵小杉残儀、いいのじゃんけんしてないの、どっちでもいいって、どっちでもいいピョン吉 2P の方がいいんじゃないのお前、まあ、ああそう。さあなぜかサガット、このために俺は来たと、ピョン吉の残儀をサガットで殺すために来たと。さあ、パラ出てね。ちょっと今から変えますか。ひどくないかい。平良はもう負けれない、ピョン吉は一回負けれる。平良は絶対この試合はまず1回は勝っておかなきゃいけないんだよね。さあ冷静になって目を覚ましたぞ平良が。アッパーカットのあの字も出てない気がするが、耐久が出るかどうか。アッパーが出た、リバサじゃないけど出た。ただ結構ね、耐久じゃない方が出るんですよ。やっちゃったか。さあ勝ちを逃したピョン吉、はい、さあ立ったクラダラが立った場合の勢いでアパカが出たよ。さあこれで今日サガット使ってるの見てないけどね、たまに使ってるの見るよ平良。さあむしろピョン吉さんがね、もともとはねサガット使いだったんだよね。さあ、まっすぐ行くのか、投げやがった。さあ
リセット。キャラもう一回決め直していいですよ。多分ピョン吉も変えてくると思うよ。もう一回、なんで引くかな。なんで引くかな。さあもう一回ちょっとプツ君一旦リセットして、一旦あのシンキングタイムが入ると思いますので、好きな、だからそうすると下がった相手だったなって。お前もキャラ変え、ダルシムしかないでしょ、飲み出して。一応あれですね、じゃあキャラ決まった ?OK ですね。じゃあ決勝戦、もう一回下がった。さあピョン吉がっかり、マジかよと。何かを期待したのか、いやベガで来んじゃねえのみたいな感じだったんでしょう。また下がっとかよと。ピョン吉を思い出すんだ、スタイラのさっき言った言葉を。俺は今日これをやりに来たと。さあピョン吉、タイラどっちが優勝するんだ。さあこの状況でさっきはピョン吉がミスったが、さあ立ち受けた相打ち、リーチさあピョン吉リーチ、ザンギで優勝はでかいぞ。一回ガイル使ったけど、まあフォークも使ったか。さあ立ち受けいった、マジか、ダブル殴れんの。台風は出るのか。さあタイガーさあ赤、どっちも赤いパンツ、毛がある方とない方と、ね、どっちが真の赤パンなのか。どっちもちょっとあの肌露出面積はどっちもさあどっちも赤いパンツ、毛はザンギの方がちょっと多いかも。こんばんは。さあピョン吉いけんのか。あー余計なことを、ダイヤと失敗ですね。さあ確かにブリーフ派かトランクス派か。さあなんだそのジノサイド。優勝はタイラ、おめでとう。多分アッパーカート2回入力してそういうジェノサイドになっちゃったんじゃない。多分タイラ君来て、いやー優勝ですな。タイラ、あピョン吉君、いやいやいや負け敗者の弁、ムチ打っちゃうからいらないです。勝ったタイラさん、ありがとうございます。タイラさんお疲れ様でした。いやー最後からこれはもうピョン吉相手にはサガートって決めてたんですか。あ、決めてましたね。決めてた。2回目にも揺るがず、まあ、ベガの方が勝率はいいんですけど、うん、煽ってますね。完全に今死体に夢中しましたね。ということで久々の疎通、今回ってあの前回、まあ、その試合とかも含めですけど、どんくらいぶりですか。5月のハイボーンの前夜祭にやりました。5月のハイボーン前夜祭の時にやったっきり、それっきり1回も2ヶ月ぶりぐらいですね。あでも2ヶ月、前回はハイボーンの時は年単位だよね、10ヶ月ぐらいじゃないですかね。あでもそうね、2ヶ月も触っていないのに、やっぱ対戦してる最中とかにやっぱある程度思い出してても、いや思い出しても技が出ないんですよ、うん、あそもそも精度が悪いと、うん、あでもあれですよ、もともとやっぱ体力の力強さが見れてね、あの白石君のがもうすごいニヤニヤしてましたからね、ずっとニヤニヤしてましたね。なんかね、なんか一個一個の行動、何かをやってもあれもう完全にもう信者です。白石君は体力、僕も割とそっち派ですけど、すごいニヤニヤしてたので、頑張れば来たいです。そうですね、でも来たいっていう風に言ってくれてるこの店なんですけども、この店来週日曜日で終わってしまうんですよ。どこでやれるんですかね、ウェアハウス。でも店員がバーサスに来てくださいみたいなこと言うんですけど、うん、バーサスの遠いよね、何キロ、うん、そう遠いのよね、さすがにね。あでも本当ね、今回の35人、全35人の頂点、しかも平がルーザーズからリセットしての優勝ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー平強かったわ。さあ平君が、ね、優勝したことで白石君がね、まるで自分のことのかのようにニヤニヤしてる。いやでもね、それ分かるよ、分かる、すごい気持ちは分かる、うん、さあということで今日の優勝、今日長らくお疲れ様でした。なんだかんだであれだね、
2時間かかんなかったね。 KKY とかその試合数から換算で3時間ぐらいとか言ったけど、いやそんなかかんねえだろうと思っていたので、で今日はね10時からね、あのマットマウスからあの鹿島田駅の方に向かってって、向かっていく最中の左手にね、あのあんあんって焼肉屋さんがあると思うんだけど、あそこを一応20人ぐらいで予約してるんですね。なのであの飲み放題3000円のコースなの、4000円いかないぐらいのかのか。なのであの飲む反省会的なものをやろうと思ってるので、一応10時から1時間半、11時半までの時間で予約を取っているので、もう参加できる方は参加してください。のでよろしくお願いいたします。下の試合、全部の台でもう開放なので、好きなだけ遊んで好きなように、好きなタイミングで帰ってください。今日のマットマウス、スーパーストツ X、さよならマットマウス杯、ありがとうございました。あ、こんばんは。毎週木曜日、そして今日も全くいいところがなかったソイヤです。というわけで、この後の打ち上げについてアナウンスいたします。時間は先ほどお伝えした通り、10時から、1時間半、10時から1時間半、11時半までですね。で、定員人数なんですけれども、一応25人ぐらい来ると予約の際にお伝えいたしました。で、ちょっとごめんなさい。今この場で来れる方はこちらに来てお名前だけお願いいたします。人数だけね、ちょっと把握して店舗に連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。で、一番大きな参加費のところなんですけれども、ソイヤと。参加費は数字ではなく、ソイヤと。ということなので、皆さんね、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。人数だけ知りたいんでね、今のうちにお願いいたします。
かあるけど、もうマイク終わりかな。もう一度ご案内いたします。この後、打ち上げがございます。10時から11時半、10時から11時半90分食べ放題でございます。アーアンという焼肉屋さんですね。で、予約の関係で人数を早めに知らせなければなりません。9時40分半ぐらいにはお電話したいので、それまでに参加ご希望の方はこちらに来てお名前だけお願いいたします。はいはい。
打ち上げ参加される方でまだ前の方にお名前お書きでない方、お名前お済みでない方はよろしければ打ち上げの参加の方をご記入をお願いいたします。こんばんは。みんな大好きカメラ屋さんのマイクのお時間がやってきた。いや今日はお疲れ様でした。本日の主品盛り上がってよかったです。いや本当にまさかこんなに来るとは。35万人の方が、35万人の皆様、鹿島田までよくぞおいでくださいました。ありがとうございます。いやお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな、ね、お休みの日にね、3連休のど真ん中、皆様ぶち明けていただいてありがとうございます。いやこれから木曜日だけでなく一つの対戦どこでやればいいんだろうっていう、もう鹿島田がなくなってしまって。どうぞお座りください。
がこういう閉店っていうのは寂しいですね。そうですね、なんかしみじみしてるなこんなに人がいっぱい集まってくれて嬉しい反面、ああもうなくなっちゃうんだなって今思ってるんですけど。自腹切り配信はソイヤ君はどっかで続けるんですか？一応予定では新宿で続くかも。新宿か遠いな。無理ですか？これからは配信を見る立場になるんだ。来てくださいよ。え、溝の口ってなんかあるの？溝の口、溝の口はターさん、溝の口って X やってんのどこ？ X ないって。X ない残念。ネシカでハパ X がないというと川崎が一番お近いですか？初代、初代あえてダッシュとネシカ。 X は誰か。あとはウェアハウスですか？川崎、ね、川崎はウェアハウス。もう一番お近くはその辺になりますか？でもなんか時々秋葉原のあたりまで出てきているというお話を伺うんですけれど、秋葉原に行くのは、行くときはあの東京で仕事があるときにやってるので、基本的には神奈川の仕事が多いので。藤沢とかあるのかね。藤沢、あー、いや、こんだけの人数の人が対戦やってて、今でも20人ぐらいいるから。今後ろの方でマットマウス勢がソイヤさんの戦績を仕事で来られなかった方とかもいるので、ペコさんとかね、ヌルポが来てくれて。10時からですか？打ち上げは10時からです。 あと30分いそうですね。じゃあ時間的に結構早く終わりましたね。こんなにいっぱい集まって。うんうん、あ、了解。じゃあちょっと今一度マイクを手放しまして、お土産がいっぱい来てるので、あ、これマッツンさん、お土産いっぱい来てるので前の方に開けますので、皆様食べに来てください。
ただいま実況席の方にお菓子いっぱい広げてあります。エビせん、イカせん、カニせん、あと何か、あとちっちゃい一口サイズのエビせんが山ほど、それとふっかちゃんのなんかラングドシャ系のお菓子がいっぱい、あとふっかちゃんのおまんじゅうがいっぱい。実況席の後ろの方にお菓子がいっぱいあるので皆様食べに来てください。個包装のお菓子いっぱいあります。一つ一つちょちょいとつまんでいってください。甘いものもしょっぱいものもあるので皆様対戦の合間にお一つどうぞ。はい、打ち上げについてです。ただいまの参加24名受け付けております。ごめんなさい、お店に電話しなきゃいけない。